館ハーフにやってきました。寒いです。状態はどうですか現在？状態はね、なんか東京でね、東京でね、浜松でさ、暑すぎてなんかジョックしてるけど、もうなんか暑くてきついから、なんか状態がいいかどうかっていうのは分からんけど、とりあえずでも練習は不死身で追い込みもしっかりできたし、最後浜松でも調整もいい感じで練習はできてるから、気持ちを高めてレースに行けばいいんじゃないでしょうか。それぐらい、それぐらい走る。なんか涼しいだけでだいぶ快適な走る。久しぶりの涼しい。いいね。なんか呼吸がスッと入って、スッと。夕食。寒いでしょ。寒くない。捕まえ。捕まえ、何でもいいよ。何でもいい。うん。いい感じやん。いい感じ。すごくいい。やっぱね、チキンカツはね、ソースは買ってないので、揚げ物も食べるんですか？まあ、今日まだ2日前だ。2日目 OK。 いや、いいでしょ。だから揚げ物は普段家で食べれないから。前日練習。何する？今日はジョックと 1000m 刺激。前日の刺激は久しぶりでしょ。そんなことない。やってる。うん。あんまりなんか前日のこだわりはない。ジョックでもいいし、まあ、昨日とかちょっと移動でできなかったから、まあ、今日にして。だいたい火曜日か水曜日にいつも最後の、まあ、刺激的なのをやって。それで火曜日に今回は321、3200、3キロ、21キロやって、そのまま流しで。試合行くってよりは金曜にいつも1000入れるか前日に1000入れるかで、今日は前日ということで、あんまり早く行き過ぎない。
最初の1キロぐらいのイメージ。明日の。何秒？48。うん、ちょっと早い。67ね。悪くない。なんか最初の1周目早くて次落ちてみたいなパターンもよくあるけど、ペースが1周目と2周目で大きかったから、パスコメ1回の練習で、エミレッツ一緒だよね。そう、ドバイでしょ。ドバイ行ってないでしょ。そう、じゃ一緒だよ。だからもう無理だよ、あなたは。8の何時？夜でしょ。夜、私9の10時や。夜10時、多分ドバイやりましょう。ドバイで会えないでしょ。前日の夕食は OK、 巨大ホッケー。おはようございます。暑いね。気温高いけどちょっとなんかジメジメはしてないよね。ジメジメはしてないということで、いい夏って感じ。どんなプランで？今日はもうね、とにかく先頭でしょう。暑いから絶対最初ペース速くても後半落ち着くから、もうきつい、前半速いなと思ってもつけばその後ペース落ちてまた回復すると思うし、前だね今日はね。頑張ってください。そこはあんま意味ないでしょ。村上がやってた。10秒前、本山、中身のいいよ、冷静に冷静に。
ちゃよかった。めっちゃよかったけど、14キロでもう差し込み一気に来て、もうジョック。うん。だいぶ後半あれした。いやめっちゃよかった。調子いいじゃん、めっちゃよかったし、めっちゃ余裕の集団で持ってたし。なんでやっぱ腹痛起こるかな。もう途中歩いてたけど黙らなかった。いやーマジでめっちゃ良かった。もうね、何してもらわない。まあ今、試合が終わって、ホテルまでダウンで帰ってきたところです。とまあ率直にレースを振り返って感じたこととしては、まあ、走りの状態とか、まあ、自分の今日のコンディションとかっていうのはすごく良かったなっていうのは、走ってて、まあ、前半とか特に感じたところです。まあ、前半も常にまあ余裕を持ちながら、まあ、後半の勝負どころに備えるっていうような集団での走り方っていうのもしっかりできただと思いますし、あの走りながら今日の状態の良さっていうのを感じてはいました。ただ、まあ、自分のこういつも、まあ、課題でもある、まあ、悩みでもある、まあ、腹痛っていうのが14キロぐらいですかね手前で、まあ、強い痛みが出て、痛みが出た直後はちょっと粘ったりとかっていうのはできたんですけど、そこからどんどん落ちていくっていうような感じでゴールするだけみたいな感じにはなってしまいました。で、まあ、感じたこととしては、まあ、引き続きこの腹痛っていうのは僕のずっとまあ悩みでもあって避けては通れないというか、まあ、向き合っていかないといけない部分だと思いますし、まあ、やれる対策っていうのもまた引き続きやっていくっていうことと、まあ、トレーニングとかも何かまあ方法を見つけてやっていくっていうのは引き続き必要なことだとは思ってます。まあ、腹痛っていうその課題がある一方で、まあ、自分の状態を上げていく、まあ、自分の力を上げていくっていうのは引き続きまあ必要な部分というかやっていかないといけないところだと思うので、まあ、来週からまあケニア行くんで、また覚悟を持って、まあ、自分のレベルアップできるように、まあ、やっていく、まあ、それだけかなと思ってます。もう俺割り切ってるというか、まあ、正直すごい悔しいし、なんだろうな、やっぱこう結果が全て あのスポーツだと思うし、すごいこう悔しいけど、なんかもう毎回毎度のことすぎて、この腹痛がなんか また出てしまったなっていう、悔しいけど確かになんか割り切ってるというか、もうこれまでも本当いろんな対策やったし、まあ、今回もあのストレッチとか、1週間かけて試合に向けても、お腹周りほぐしたりとか、まあ、やれることっていうのはまあやってきたっていうのもあるし、まあ、あとは逆にもうそういう、まあ、腹痛に、まあ、打ち勝つじゃないけどそういうメンタルもまあ必要だっていうことで、まあ、そういうメンタルを持って、まあ、腹痛が来ても大丈夫だっていうような気持ちを持って、まあ、最近とかレースはできてはいたんだけど、また出ちゃったかっていう、なんて言えばいいんだろうな、まあ、ただ単純にもさっきも言ったように、その本来であれば、まあ、多分あの5番から12番ぐらいの争いのところの集団では最後までいけたっていう、まあ、余裕度からするとまああって、でもこれってこうなんだろうな、僕が今ここでこれを言ってもなかなかこう伝わる部分じゃないし、だから何っていう、でもゴールは67分かかってっていうとこが正直全てだとは思うから、まあそこは受け入れないといけないし、まあそれが結果だから、まあ、また次
かりパフォーマンスを発揮するっていうことが、まあ、大事だと思うし、まあでも自分の中で、まあ、やれたっていう、今日の調子とかもすごい良かったっていうのは、まあ、レースの中でしっかり確認できた部分でもあるし、まあ、結果は良くなかったけど、最後の結果は良くなかったけど、それまでの準備段階とか、レースの、自分の力っていうところで言えば、まあ、やれるっていうところは自分の中で、まあ、持ち続けて練習するっていうのはこれから必要かなと思います。まあ、引き続きその自分が目指す目標を達成することを考えると、まあ、じゃあ今の自分のレベルでは戦えないっていうのは現実あると思うんで、まあ、来週からケニア行くんで、またしっかり自分の中で覚悟を持ってレベルアップできるように引き続き頑張っていきたいと思います。今回はありがとうございました。